無名で有名、どうも無名のアクアリストです。いやー、念願のヒキガエル捕まえてきました。今回はこの子の飼育環境をセッティングしていきたいと思います。ずっと欲しかったと言っても、結構ヒキガエルってどこにでもいるんですよね。夜に草とか木が生えてるようなちょっとした公園に行けば大体は見つかります。ヒキガエルの大きさは成人男性の手のひらぐらいと言われているので、まだまだ大きくなりそうですね。それでは飼育環境を紹介していきます。こんな感じで飼育していきます。シェルターは鉢底ネットを2枚重ねて中が暗くなるように作りました。あとはヒキガエルが軽く疲れるぐらいの水入れですね。早速この子を飼育ゲージの中に入れてみました。ヒキガエルってなんというか常にぼーっとしてますよね。ほんとそういうところが可愛くて大好きです。ちなみにヒキガエルはブフォトキシンという猛毒を持っています。この毒はヒキガエルの耳の上にあるちょっと出っ張ってるところ、そこに溜めてあります。重症化すると結構症状が重く、呼吸困難や麻痺、そして最悪死亡してしまうこともあります。なのでヒキガエルを触った後は必ず手を洗いましょう。それではそんなヒキガエルにヨーロッパイエコオロギを与えてみましょう。カエル系全般は目の前で動いているものを餌として認識するので、特に生きてる餌は食いつきがいいですね。ヒキガエルの ASMR どうですか？本当ヒキガエルが捕食するときってめっちゃいい音するんですよね。いやー、かわいいですね。今回のヒキガエルの動画いかがでしたでしょうか？僕のチャンネルでは身の回りの生き物を中心に紹介しております。こういう感じの動画が好きな方はぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。それではここまでご視聴誠にありがとうございました。